ちのいい秋晴れということなんですよね。さあ、読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋、そしてストレッチの秋かもしれませんよね。いやいやいや、今週は盛り上がってますよ。ストレッチの先に僕は世界体操あると思ってますから。体を操る者同士ね、やっぱり世界体操出てる、特にね、日本代表の選手には僕も注目してるんですよね。いやーすごいな。きっと体操選手だったら何をするときにもですね、足先、指先にね、意識いってると思うんですよね。例えば普通の人だったら雨降ってるかな、これくらい。でも体操選手だったらもう神経いってるから、指先にまで神経届いてる。こうなるんでしょうね。雨降ってるかな、違う、あれ雨降ってるかな、こうやって回して、ちゃんとこの時やってみてください。足をピンと上げると背筋にも効く。そして降ってるかどうか確かめると片足スクワット、そして降ってるかね、肩周りもほぐれる。全身ストレッチになっています。あれ雨降ってるかな、指先やると全身体も温まって、最近ね冷え込みも強いと思うんですけれども、ストレッチして体を温めるのも良いかもしれません。まあ今日いい天気なんですけどね。でもですね、やはり雨が降りやすいところ、日本海側とかもありますからね。さあさあ、このストレッチしてこの後も元気にいきましょう。あれ雨降ってるかな、降ってる、降ってるわけないじゃん。だって晴れてんだもん。